バスセブンって知ってる？知らねえ。ただいま閉店くんキャンペーンも開催中。無料ポータルサイトパチ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 セブン、パチセブンで検索。えいえい。エンジョイパチンコライフ。ピモ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、閉店くんです。本日は千葉県木更津市清見台にございますメトロ清見台店さんに来てますね。こちらのお店ね、閉店くん以外の撮影で一度ね来たことあるんで2回目のね来店となりますということで、中は大体分かってます。で前回ねちょっとポカをしてしまったんでね、ちょっと収支を大きくマイナス収支をね増やしてしまって、ちょっとねここいらで一発ねちょっとジャグレンで10ペカぐらいしてくんないとねちょっと困っちゃうんでね、じゃあ早速行ってみたいと思います。入店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 やってきました、メトロ清見台店さん。それでは早速店内データ見に行きましょう。正面から入って左がパチンココーナーで、右がスロットコーナーということなんでね、スロット見に行きたいと思います。ジャグラーコーナーは後で見ましょうね。おっ、サラリーマン番長何であんの？こっちにもあってこっちにもあるんだけど、結構な台数だよ。西郎やと40台あるってことか、すげえな。打っちゃおうかな。じゃあ1ゲームやめちょっとありだな。アナザーゴッドハーデス400、800あるかな。さすがにないか。ないね。手前に蒼天の剣2とモンスターハンター月下雷鳴があって、半分20代が、オーストラリーマン番長2、あ、2じゃねえ、オーストラリーマン番長怒られちゃうオーストラリーマン番長ですね。160、170、7、152、185、空き台を見てこうね。まあいいだよね、もう125分の1ってお客さん打ってます。147か。いい台はお客さんが座ってる。花々があってすいません、失礼します。あ、138分の1すごい偏り方だな。31より18だってすごいね。あ、こういう台見つけちゃうとな。おっ、あっ、あっ、えいえい、どうもあります、頑張ります。あっ、あっ、えいえい、どうもあります。うわぁ、どうしよう。あー、どうも、出す。えいえい。おっさらに2万番長打とうかな。なんだ、こんなことはもっと早く帰ればよかったな。あと19分。いいか。打っちゃおうか。あー、どうも、出す。えいえい。あー、どうも、出す。えいえい。あー、どうも、出す。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、出す。ありがとうございます。あの、えいえい、お前出す。番長どうかな。あ、でもな、22日にあげなきゃいけないとなるとな、監査しなきゃ、監査があるんだよな無理だ、1週間じゃあげらんねえや。諸事情によりジャグラにしますすいません。じゃあこちらの、31の18、まあ合成でいいんや、文句ない。うん、じゃあこいつで、こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで今回閉店くんが選んだ台は北根さんのニューアイムジャグラー EX。この台すごいよ。Z
ゾロ目多いわね。1ゲーム連チャンチャンスでビッグ引いてるわでね、なかなか。まあこの前打った人の引きなんですけどね。でもなんかちょっとこいつすごいような気がする。大沢一発光っちゃうんじゃないの、チャンス光んねえか。ははないわ。ブドウ、さあ前回のポカをね取り戻すには、まあ10ペカって言ったけど、まあ10ペカ言い過ぎで、まあ4ペカぐらいしてくれたら全部ビッグで、そうすれば全然 OK です。おーすごいね、ブドウ。すいません、本当はね、オスサラリーマンパンチ打ちたかったんですけどね、明日からちょっとね、撮影が立て続けに入ってて、で、オスサラリーマン番長は、メカさんの監査がいるんですよ。ちょっとそうするとね、動画配信がちょっと伸びちゃう。撮影がなかったらすぐ編集できるんですけど、自分でやってんでね。すいません、またの機会に。すごい、うわすごい、ブドウラッシュ。まだ50枚勝ってくれ、このまま。まあ大体こうやってね、懇願してると引かんねんだよな。やめよう。50枚目。おーいいね、ありがとう。50枚目だけどまだ1枚あるんで大丈夫。わーすごい、いい子だね。はい、だね。わーすごいな。50枚目。うわい、残念、セカドーシ。まあね、エテク2回目の来店って言ったんですけど、前がね、俺たちが行くくらいだからっていうね、番組で来てます。まあね、この配信が先か、そっちが先かちょっと分かんないんでね、内容の方は言えないんで、ぜひね、見ていただきたい。あ、そん時に言ったね、ワードがあるんですけど、まあ、ちょうどね、20日だったっけな。とにかくね、ゼロ、うん、まあゼロのつく日っていうのが、ここのお店が前大事にした日で、それをね、今もお客さんが信じて並んでるんですよ。結構な人が並んでて、まあね、それをまあ実行するしないはね、お店の自由なんで、まあお近くの方はぜひ一度、どうせ来るならその日を選んで来てほしい。あー100枚目残念、セカドーシ。あれ、あら、ちょっとブドウが、まああんだけ良かったんでね。ホタルの光が流れてるよ。やばい、あと6分。おいっとね、嫌な予感してきたよ。150枚目、全然早かった。残念、追加投資。200枚目です。今日はね、ちょっと嫌な予感はしてるんだよね。ジャグモンでゴーゴーランプを光らせたままクエストをクリアしちゃうっていうね、ミスを犯しちゃってるんで。まあ、ちょっとね、こうボーナスを遅らせるわけですよ。あ
ちょっとね、ナナを外し続けて、そうすることによってね、最後のボスで、ドロップ率を上げると。よし、あと2回攻撃すればボスやっつけられそうだなってところで揃い始めたんですけど、なんかね、10コマ滑るぐらいしてね、すごい音すんな。うわい、残念、坂通し250枚目です、138分の1だったジャグラーも142分の1に。いやー、嫌な予感はしたんだよな。ゼロペカだけはやめてくれ。どうした、あと2分、やばいね。あ、落ちてくれいいのに。どうぞ。あ、結構回してると思うな。多分200回転はいくな。やばい、もう時間ないぞ。250枚目残念、追加投資いっちゃおうか。ちょっとやばいと思うんだよな。もういつ終わってもおかしくない。追加投資して1ゲーム目に。マジか。いや、よく回ったな。結構回ったよ。あ、これで終わりで終わりでした。うわー、滑ってったよ。あー、ブドウだ。あ、ブドウじゃない、チェリーか。じゃあ、うわー、胸なんで狙ったんだね。はい、それでは早速コインの方を流したいと思います。えいえい、やらやら、47枚。はい、ということで今回の結果47枚胸。はい、実戦終了、実戦終了。ということでこちら、メトロ清見台店さんで実戦した機種は、北田院さんの、ニューアイムジャグラー EX を打ちまして投資枚数が300枚の、獲得枚数いや使い切れなかったコインが47枚ということでマイナス253枚です。無念無念。いやーね、結構ねいい合成の台だったんですけどね、ブドウもバンバン揃ってね、すんげえ回ったんですけどね当てることができませんでした本当すいませんということでね、まあ閉店くんは当たんなかったけど、皆さんがまあね、秋台結構いい台いっぱいありましたんでね、いい台がたくさんあるこちら、メトロ清見台店さんの宣伝をちょっとだけ、ちょっと多いんでね失礼します、この動画が配信されている頃には、パチンココーナーに CRZ1、そして CR 銀河乙女、スロットコーナーには、パチスローリング呪いの7日間、そして、スロットバットマン、こちらの方がですね絶賛稼働中なってますんで、ぜひね、話題の新台が打ちたい方はこちらメトロ清見台店さんね、遊びに来ちゃってください。そして10月には多いですよ、パチンココーナーにフィーバー高田組レジェンド、 CRTM レボリューション、 CR 浜崎あゆみ2、全部あれですね、タイアップものでね、歌手ね、シンガーのやつですね。そしてスロットコーナーがシンデレラブレイド2、パスロー三国志、パスロー戦慄のストラタス、こちらの方導入予定となっておりますので、詳しい詳細は PR のまたはメルカリになって、ね、情報をゲットしてこちらメトロ清見台店さんへ来ちゃってください。今回僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。えいえい。PTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報をプッシュ通知で届く。PTube ダウンロード。